昼下の時間だ。シロ、一緒に来て。飛び位置折り紙、先に誘ったのは私の方だぞ。順番は関係ない。あなたに病み上がりの指導の世話は任せられない。の世話なら私一人で十分だ。汗だって拭いてあげたのだぞ。マジか。私は体温計を入れてもらったことが、指導がそこまで言うならこの話はしまっておいてもいい。私はな、指導の体を隅々まで綺麗にしてあげたのだ。やはりその程度、それがあなたの限界。何が限界だというのだ。私は汗を拭き取ったりはしない。指導から噴出した汗は全て私が。看病の話、やれやれ、今日も京都で両手に花とは、さすがセクションビースト五日くんですな。怒らない怒らない、せっかくの陰柱顔におしわが増えちゃうわよ。まあまあ冗談はともかく、早く飯行こうぜ。みんなで食べれば怖くない。シロ、急いで、席が取れなくなる。案ずるな、シロ。シロの席は私が取ってくるぞ。あの、俺の存在って…あ、なんだいつか、俺のマイスウィートフレンド。ギャフン、私もちょっとどうかと思っちゃったり。うほー。あ、うん、私は。シード、席が埋まってしまうぞ。今日はやめとこうかな、お弁当もあるし。だけど、やっぱりやめとく。やっぱ、リンネちゃんはいいな。いや、それがいいんだって。なんかもう、新妻って感じだよな。いや、でもそうじゃね、リンネちゃん、まさに大和なでしこって感じだし、可愛いし、気が利くし、可愛いし。指導と私の未来のこと、あなたが気にする必要はない。うん、ずっと一緒。いや、なんでもない。ちょっと、シド、人参だ。人参よりも大根を食べるべき。別にどうもしてない。とにかくシドは野菜を食べるのだ。ビタミン C の摂取は重要。キュウリも食べるのだ、シド。セロリで食物繊維。
新しいご褒美プレイじゃないの？餌付けだろう、餌付け。ちくしょう、ちくしょう。俺もあんな可愛い子ちゃんに囲まれて餌付けされてみたいぜ。うまい餌をあげた方に懐くって意味じゃ、人間も動物もそんなに変わらないのかもな。あ、なんかちょっと顔色悪くなってない？あれは喜んでるのよ。そうなの？あの顔はまさに感極まってるって感じね。シド、シド、しっかりしろ。そっちこそ何してたのよ。ずっと繋がらなかったじゃない。どうせ10日の期限でも損ねたんでしょ。まったく、少しは成長しなさい。へえ、シド、あなた筋金入りの朴念人よね。コンテストがあったら世界相手でも優勝できるわよ。ま、指導が本物の女たらしだったら、逆にこうやって封印を成功させるのは難しかっただろうけど。それはともかく、今朝私が言ったことを。そう、精霊を安定させて暴走の可能性を少しでも抑える。それが、それじゃ彼女たちを探してうまいことやりなさい。ちゃんとエスコートするのよ。いい？折り紙？あなた誰？いつか指導って、もしかして。ったく、あの子ったら彼氏の家に端末置きっぱなしにしていくなんて。折り紙が陸自所属ってことは知ってるのね。ああ、別に構わないわよ。あの子が承知してるなら。私は日下部涼子、飛び市折り紙一掃の上官にあたるわ。まあ、あまり気にしないでちょうだい。いや、いろいろあってね。ちょっと話をしようと思ったんだけど。ああ、悪いわね。ありがとう、五日くん。
こんなこと私が言うのもあれなんだけどさ、折り紙とこれからも仲良くしてやってちょうだい。うわいそありがとう。あ、それから私と話したことは折り紙には内緒にしておいてくれる？それじゃあ私はこれで。またね。というものがありながら他の女にまで色目を使うなんて絶対に許さん。そうだ、女の敵、豚の餌。天柱なら早くトウカちゃんのところに帰るがいい。
申し訳ありません。本日はもう売り切れてしまいまして。
しよろしかったらいかがでしょうか。初めている輩がいるようだな。さすがはきなこパン、人心をたぶらかす魔性の味よ。やあ、シン。いや、何、準備室に一人でいるとどうも眠くてね。いや、そのような時間もないし、たとえあったとしても眠れないだろうね。秘密だ、今はね。トウカに何かあったのではないかね。うん、それ、シン、早くトウカを見つけてご機嫌を取りたまえ。残念だが、手元の端末だけでも場所の特定は無理そうだ。しかし、トウカの思考パターンを考えれば答えは見つかるのではないかね。こういう時、トウカならどうするか、それを相手の気持ちになって考えてみたまえ。それでは、健闘を祈っているよ。
としているのだ。天宮氏のお供え物を見つけたぞ。早く行くぞ、こっちだ。あれだシド、あれを買っていこう。シド、これならきっと気に入るに違いないぞ。うむ、あの肉だったら天宮氏も満足するだろう。私のお供え物はそれで決まりだ。早速戻るぞシド。うむ、シド、あんまり小鳥ちゃんをいじめちゃダメだよ。もう大丈夫よ小鳥ちゃん、私たちも一緒にいるから。うん、頑張る。小鳥さん、大丈夫ですか？ああ、シドウくん、女の子を泣かしちゃダメじゃないか。シドウ、怖い。飛び市折り紙、貴様、一体何をしている？すぐにシドウから離れろ。無理、怖くて動けない。シド、怖い。離れないで。とりあえず、それが終わるまでは待つ。すまん、シド。熱くなって忘れていた。ねえ、シド。殿町くんを待ってる間にみんなでどんなお供え物を用意してきたか見せ合うってどうかな。うむ、それは実に名案だぞリンネ。そうかな、ありがとう。うむ、私が選んだのはこれだ。トウカちゃん、
それは何？商店街で買ったケバブサンドだ。冷えてもお肉がジューシーでたまらんぞ。わあ、美味しそう。今度私も食べてみようかな。うん、リンネも必ず気に入ると思うぞ。店の場所なら肉と香辛料の香りでなんとなく覚えているからな。うん、連れてってくれると嬉しい。結局何にも思いつかなかったんだ。でもやっぱり食べ物の方がいいかなと思って。よいしょ。おお、ちょっと早いけど甘くて美味しそうだったからつい。ならよかった。そうかも。困っちゃうね。白百合嫌い？そう。あの私はこれです。だから手が入るようになってるよね。前にレーネさんにもらったんだよね。もう一人友達は欲しくないかねとか言われてさ。たくさん声をかけてみたんですけど、だから今日は同じ牛だから仲良くできるんじゃないかなってね。一人だと寂しいですから。はい。お兄ちゃんは？人気あるんだよね。そうか。ならば私もいずれ食べてみねばな。私はとっておきのこれだ。お兄ちゃんの目は節穴だね。ほらこれ地域限定発売のだから、いつものと違うもん。あ、お供え用だからお兄ちゃんにはあげないぞ。